皆さんこんばんは、やっさんです。今夜はこちらワンダーシェア様のデータリカバリーをご案内させていただこうと思います。今回ご紹介させていただきますのはデータ復旧ソフトでございます。以前にもデータ復旧ソフトはご案内させていただいたことがありましたが、今回も誤ってデータを損失した場合の保険としてこのデータ復旧ソフトを入れておけば万が一の時にもデータを復旧させることができるという優れたソフトでございます。今回も例のごとく私やっさんが実際に使用した感想をお伝えしてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それではですね、早速データリカバリーのソフトを開いてみました。まず使用するにあたってダウンロードからしてまいりたいと思いますので、早速クリックしてみたいと思います。はい、今画面にダウンロードね表示がされていますね。今回はフリーソフト版を使用させていただきます。まあ、まずはね、無料で基本的なことができるのかを今回も実証してまいりたいと思います。はい、画面開きましたね。では PC の方に取り込んでまいりたいと思います。こちらソフトの容量はですね、そんなに重たくない感じですね。はい、いい具合でサクサクと動いております。ではこちらのソフトがどのようなファイルを復元できるかと言いますと、写真、オーディオ、まあ、音楽であるとか録音ファイルですね。で、続いてビデオ、まあ、動画ファイルになりますかね。で、E メール、Outlook または Outlook Express などの一般的なメール。で、Office、ドキュメント、まあ、一般的なドキュメント、Word、Excel、PDF ファイルという感じでございます。今回はあらかじめ削除しておいた写真ですね、JPEG のファイルを復元してまいりたいと思います。こちら画面にね、表示されている通り、写真の方をね、復元してまいりたいと思います。まあ、画面上見ていただきましたらお分かりになりますように、復元させたいデータを保存するファイルを選びまして、復元ボタンを押します。あっという間にね、復元されましたね。で、はい、今出てきました。こちらの画像データ開いています。はい、ということでございます。やはりね、まあ、写真はね、早いですね。うん、あっという間に復元されました。こちらのデータは、以前動画のサムネイルで使用したデータとなります。今回ですね、こちら無料のフリー版で復元作業をさせていただきました。今画面上に現れていますが、有料版になりますとまたさらにね、機能が増えてまいりますので、いろいろとご心配な方は有料版で購入されると良いと思います。では、無料版と何が違うのかと言いますと、一番大きな点は、復元できるデータの制限ですね。データ容量が、こちら無料のフリー版ですと、100MB。結構ね、データ小さいと思いますね。やはりね、フリーでね、できる分には限りがありますね。こちら有料版になりますと制限はありませんので、まあ、やっぱりね、心配な方はね、有料版で購入された方がいいと思います。はい、駆け足でございましたが、今回はワンダーシェア様のデータリカバリーソフトのご案内をさせていただきました。皆様いかがでしたでしょうか。こちらのソフトも簡単で
使いやすい仕様となっております。こちらのソフトもですね、無料版からございますので、まず一度ダウンロードしてお使いしていただければと思います。それでは今回は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。やっさんでした。